はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って構造力学の講義を進めています。構造力学が苦手な学生さん向けに毎回1台ずつなるべく丁寧になるべく分かりやすく説明しています。1日1台を目安として毎日主義で根気よくやってください。気が向いた時だけやるというのはやめてください。では、いきます。今回は R83 ですね。まあ効力マラソンなんで、根気よくやると、でも意外と早く進んでですって、毎日1台ずつやれば、半年ぐらいで、終わると思います。で、今回はこれで不整定ですね。 やはり不整定で、デルタを使ってこの不整定を解く問題です。で、肩持ち針、これがないと肩持ち針ですね。で、にローラーがついた形になってますね。で、図のような糖質導断面の肩持ち針に全長にわたって等分負荷重 W が作用している場合、点 B における鉛直反力 V を求めようと。まあ、肩持ち針にローラーがついて不整定になったもの、まあ、これだけだと、これがないとですね正定ですけど、これがついたので不整定になってます。で、これがつくとですね、反力が、こことここで、垂直になって、ここで垂直と、もうちょっと大きくするか、ここが垂直とこっちとこっちで 4つありますね。で、このように X 方向、 Y 方向、 M 平行の M 方向で3つの方程式では解が出せない。4つあるので、未知数が4つなので4以上の方程式が必要になるので不整定になってますということですね。で、これ対称荷重だから半々というわけにいかないですね。こっちがピンだったら半々になるんですけども、ここが固定なので、この変形がこういう感じになるんですね。こういう感じで変形になると、こっちがいっぱい持つと、荷重をいっぱい持って、こっちはそんなに持たない形になりますんで、こっちは回転しますんでね。なので、こういう形になって対称にならないんですね。回転して移動するので、こっちは直角で支えているので荷重負担が多いということです。で、この公式ですけども、どれを使うかというとですね、またこれですね、スーパー記憶術の、僕の本ですと。で、それのですね、引用は153ページですね。これを使います。今回これを使うと。で、肩持ち針の集中荷重だと 3EI 分の PL の3乗 2EI 分の PL の2乗で、まあ今回こっち側だけですね、デルタを使うと。ミニスカ片思い、ミニ3と2ですね。で、分母は、曲げ合成で、分子は力かける L の3乗、力かける L の2乗と。3乗はデルタだから3乗、三角形で3乗と。2乗はシータは2辺の角度だから2乗と。強引に覚えちゃうと。で、こっちの等分布の方は片手でハローと、片手でハローで、8と6と、8と6。で、今回こっちですね、片手でハロー、これ指がいっぱいあることから、この等分布荷重のこの矢印がいっぱいあるのを、連想すると。単純針の方はこれですね、桟橋の工事ですね。桟橋のこの杭がいっぱいあるということから、桟橋の工事と。で、両端固定の場合は桟橋だけです。桟橋だけと。あ、これ間違えてますね。これ W ですね。すいません、これ P じゃなくて W と。ラージ W ですね。で、等分布でちょっとこの W、ラージ W にして L の3乗とこっち揃えましたけども、スモール W 使う場合は WL、ラージ W イコール WL、これかける全体の長さで、それで力を出して、そうするとスモール WL の4乗になりますね、この式はですね。になります。そこはちょっと注意してください。この方法で覚えればいいですね。この方法は力かけるスパンの3乗と力かけるスパンの2乗で揃えてますね。で、こっちの力は、この等分負荷重かける長さで出してきます。いいですかね。3EI 分の PL の3乗と 8EI 分の WL の3乗、スモール WL の4乗です。これを2つを使います。で、もう一回覚え直してくださいね。これを見ないで、パパッと言えるようにしてから、問題取り組むと、まあ、今回の問題はこれだけであっという間に解けてしまいますと。よろしいですかね、公式。はい、じゃあ、行きます。で、次のページ行ってですね、まず、これは取り外しますね。ここを取り外して、これだけ、どれぐらいデルタになるかというのを見ます。この荷重でですね。等分負荷重でどれぐらいデルタは、片手でハローの方なんで、8の、ラージ WL の3乗で、これスモール W にすると、ここが WL になるんで、こいつが。なので、WL の4乗の 8EI と。8EI 分の WL の4乗と。ここ、これいいです。これ公式そのままです。公式そのまま。で、次ですね。今度この反力、こっち側の反力ですね、ここの反力を P と置いてます。ここの反力 P と置いて、求める反力は V、こっち側ですね。
ここの反力 P と、まあ、V と置いてもいいんです。V1 とか、これ A 段、A 点なんで VA と置いてもいいですけども、とりあえずここは P と置いて、そうすると、3EI 分の PL の3乗、ミニスカ片思いで3、EI 分の PL の3乗と、いいですね。これも公式そのままです。で、こいつと、こう、反力でこう、たわんだとする場合と、この荷重で、等分布荷重でこう、たわんだとする場合が同じならば、これと同じ条件になりますね。これと同じ条件になると。同じならばもうここ動かないということで、これこの支点と全く同じ条件になります。この支点は下から P がかかってて、上からスモール W がこうスパン全体にかかってる場合で、ここが動いてないということは、スモール W でデルタ、まあこれデルタ1にしてますけど、デルタ1下に下がって P でデルタ2上に上がったと。で、こいつとこいつが等しければ、これの条件と同じになりますね。要するに動かないと。いうことですね。で、それを計算します。そうすると、3EI 分の PL の3乗、もうちょっと大きくします。3EI 分の PL の3乗、こいつですね。上にデルタ、デルタ2か。で、こっちがデルタ2で、こっちがデルタ1。で、8EI 分の WL の4乗、これ等分布荷重で下にたわんだ場合、8EI 分の WL の4乗で、こっち側は、集中荷重で上にたわんだ場合で、3EI 分の PL の3乗、これが等しくなると。で、ここからですね、L の3乗全部消えて、こっちは4乗が、で、L が1個残って、EI が消えて、3がこっち行って、8分の 3WL と。これで、この、支点反力が8分の 3WL と。スモール WL ですね。と求まると。で、求めてるのはこっちの V で、で、これはもう、あとはバランスで解けると。上から W がかかってて、WL がかかってて、下から上に8分の 3WL と V がかかってる。ということで、バランスで解けばいいということですね。バランスで解けばいいから、これですね。Y 方向のバランスで P プラス V。P ってこれですね。で、V はこっちの反力です。で、引く WL は上から下にかかる。で、上方向プラスとします。イコール0と、釣り合っているということです。これ釣り合わないとどっちかに動いちゃうんですよ。上か下に動いちゃうんで、釣り合うはずですと。そうすると、このここから V が、WL が右行って、マイナス P。で、WA 引く8分の 3WL はさっき求めた。これですね。で、イコール8分の 5WL になると。これが答えです。できましたでしょうかね。公式を2つ使ってイコールで結んで、で、P を出すと。この支点反力を出して、支点反力を出して、そこから、あとはバランスで V を出すということですね。で、あと、ここですね。このたわみ、ここたわみが0と。ここのたわみが0。ゼロということで、解いてますね。ここのたわみがゼロということで、こいつのたわみとこいつのたわみが相殺してゼロになると。上からのたわみでこうなって、下からの力でこうなって、それが両方とも打ち消し合って、ここも釣り合って真ん中に出るタイコールゼロになっていると。ということから、これを解くと。で、これが出て、で、その次にこれとこれのバランスで、こいつが出るということですね。いいですかね。こいつとこいつを足したものがこれ、かけるスパンになるということで出ます。よろしいですかね。まあ、まとめとして、これはちょっと違う問題になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、同じようなやり方で、ここに集中荷重 P がかかっていて、支点をないとすると、こう、こっちに動くと。で、反力でこっちに動くと。反力を仮定してね。で、こいつとこいつが等しいことが反力が出て、で、そこからこっちの反力も出るということで、解くことができますということですね。ですかね。で、全部の力が出れば、あとはもう普通にこう切断して、曲げモーメント図も9図、M 図も9図も作ることができます。ということですね。で、これ、支点反力を今回は出しました。こっち側の支点反力。で、こっち側の支点反力は今言ったように、この下に下がるのと上に上がるのが等しくなる。というので、公式を使って解きましたと。片手でハローの公式と、片手でハローの公式8と、ミニスカ片思いの3で 3EI 分の PL の3乗と 8EI 分の WL の3乗でスモール WL の4乗でこれをイコールにして、これとこれをイコールにして P を出すんです。先に P を出して、でそれが求まったら V が出るということですね。で、今回の問題は不正定で、こいつが厄介で、こいつのために不正定になってるんだけども、これがないとした場合、こう下に下がると。で、下から反力が、あるいは P があったとして上に上がると。で、下に下がるのと上に上がるのが相殺し合って、ゼロになってると、ここで。ということから P を求めると
ということですね。よろしいですかね。できましたでしょうか。まあ、肩持ち張りのたわみデルタで、一旦固定、たたん、移動の針を解くという問題がありました。どうでしょうか。まあ、うまくできなくても、まあ、これ、公式を使っただけなので、何度かやっていくうちにすぐできるようになります。まあ、繰り返しやるといいと思います。できなかった問題は、マークをつけといて繰り返しやるということをやってください。特に僕の教えている学生さんはですね、ノートか紙の上で必ず演習をやってください。そうしないと力がつかないですね。やっぱ問題解くと、簡単な問題いっぱい解いていくと、まあ、数学と一緒で解けるようになるんですね。ただ聞いてるだけだと難しそうっていう感じになってしまうんで、必ず解くようにしてください。はい。ちょっとでも役に立ったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。